霊夢とマリサのゆっくりイラストメイキング。今回は以前投稿したイラストをセルフ添削します。そのイラストがこちら。ちょっとマリサの腕に違和感があるのよね。肘が後ろに行き過ぎな気がするな。ということで、マリサのポーズを見直します。それじゃあ始めるぜ。と、言ったはいいが、どうするんだ？そうね、腕をまっすぐに上げると、ほうきが徒長にかぶりすぎる。じゃあ、斜めに上げたらどうだ？手が画面から出ちゃうわね。追加で背景を描くのもきついんだぜ。それにイラストの中心がずれちゃうわね。ということで、思い切って、マリサの手を下ろします。霊夢は上げたままなのにいいのか？両サイドに高いものがあればバランスが取れるから、ほうきを高くすればいいと思ったのよ。なるほどなんだぜ。手が決まったから、切れちゃったところを修正するわね。おう。で、定規を使って、ほうきの棒のところを描いて、いい感じに木っぽくしていくわね。で、次は白鵬を描いていくわ。出来上がり。うまくいったのか？ダメね。なんか、ほうきがものすごく硬そう。確かにそんな感じがするな。やり直し。ってことで、今度は定規を使わずに書くことにしました。硬さの原因は定規と見たわけだな。そういうこと。だから今回は、できるだけ大胆にしならせてみました。それ以外は大体同じだから、早送りするわね。いいぜ。はい、完成です。おお、ほうきの硬さが取れて、いい感じなんだぜ。さっきと比べると、全然違うわよね。定規って便利だけど、使いどころを間違うと、すごく硬い絵になっちゃうから。注意が必要よね。背景の徒長なんかは、逆に硬くてどっしりした印象の方がいいから、定規でビシッと描いた方が良さそうだな。そうよねー。ということで本日の教訓。定規の使いどころは気をつけるべし。しなやかさがなくなっちゃうんだぜ。で、これで OK なのか？正直なところ、私だけが手を挙げてるところが、納得いかないのよねー。なんか私だけはしゃいじゃってる感じじゃない？マリサだけがはしゃいでるならわかるんだけど。まあ、否定はできないんだぜ。こればっかりは一からやり直さないとどうにもならないから、本見ながらこれで完成にしておくわ。こういうことを防ぐためには、十分にラフを練るべきなんだけど、動画映えを考えると、ラフで背景を描けないのよね。ネタバレになっちまうからな。題名とキャラクターのポーズから、どんなイラストが仕上がるのか、楽しみにしてほしいんだぜ。ということで今回はここまで。ご意見ご感想などコメントいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。